ーリがこの時間帯に来てるはずなんですよ。赤いフェラーリ2台ですね。458とかなんとか言ってたと思うんですけど、開いてない。とりあえず僕は、海遊館の裏の駐車場、夏になったらちょっと草がボーボーになっているところに行ってみようと思います。車高めっちゃ低い車がポリッポリッポリッって通るんですよ。バキバキボリボリッって。観覧車が見えてるんですけれども、いわゆる海遊館の近くですね。で、海遊館の近く、あの観覧車があるんですけど、そのちょっと左か、今からあの坂登って降りたところのにクラシックカー展示してるそのミュージアムっていうのがあるんですよ。この付近スクールエリアです。安全運転を。入場料1500円をもうちょっと値段下げるとかなんとか言ってたんですけど、もう下がってるんですかね。値段書いてない。左か、あのクラシックカーとかいっぱい止まってます、会社とか。右方向500メートル先、警察署。
左曲がったら海遊館の方に行けますよ。で僕はここのところの端っこの駐車場あるんですけど、そこでちょっとお菓子レビューですねしてみます。ここも割にすごい景色いいんですよ。10分ぐらいやったらタダなんですね、ここの駐車場。だからまあちょっと海遊館とかに来られたらここに10分ぐらいタダなので入れて、そこにこう歩くところはありますので、ちょっと景色眺めるとかいいと思います。ガラやんか草ぼうぼうでガラガラ。夜はねちょっと悪いのがこの辺たむろしてるんで、夜は来ない方がいいですえっと駐車場からの景色なんですけれども、なんか柵がこっちの方は邪魔なんですよね。で、こっち側ぐるっと梅田方面向いていただくと海遊館のその観覧車と海遊館が見えて、でこっち側があそこが、夢島、舞島ですね。その金の日本の煙突です、焼却炉の煙突ですね、が見えているんですけれども、その向こう側の山が六甲山です。こちらが、YouTube ユーザー様にいただいたご当地ポテトチップス、静岡県、なんて読むんですかね、わかんないですなんかみかんポテトチップスみたいなんですけれども、ポテトチップスの形は割に普通です。それではお味の方チェックさせていただきたいと思います。うん、なかなか美味しいです。ポテトの味はするんですけど、みかんの味はその裏に隠れて、なんか不思議な味ですかね。まずくはないんですけれども、そのなんやろ、焼いたみかんとじゃがいもを一緒に食べてるみたいな感じで不思議な味です。いい感じです。ありがとうございますそれでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。